何か反省時でも、西木戸寮、突然の断髪別人級激変に、どうしちゃったのの声。元患者28の西木戸寮、38が3日までにインスタグラムを更新。3ヶ月ぶりの投稿で激変した金鋭を公開した。この日、西木戸は、噛み切りました、と断髪したことを報告し、 おでこや耳周りが全開になった超単発ヘアを披露。合わせて、ジーンズメーカーリーバイスのアカウントやハッシュタグを添え、新作ストレッチデニムを履いたポートレートとともに、最高傑作の履き心地をぜひお試しください、と商品の PR を行った。6月27日にネットフリックスシリーズ、離婚しようよ、の配信記念イベントに登壇した際には、 サイドに流した長めのツーブロックヘアで大人の魅力を醸し出していた西木戸だが、一転して爽やかなベリーショートヘアへと変貌。別人級の金鋭にフォロワーからは単発最高。控えめに言って男前、こっちも好きだ、しんどい、何でも似合う。といった好意的な反応が上がる一方で何か反省時でもどうしちゃったの なんで切った間髪びっくり。誰かわからんかったわらしょといった驚きの声が続出した。